皆さんこんにちは。今日は6月6日の日曜日です。今私は淡路島の淡路市にいます。緊急事態宣言がね発令されてますので、今日はですね淡路島をね一周するツーリングに行きたいと思います。淡路島をですね時計回りで一周します。はい、では行きましょう。はい、まずですね、淡路島の、東側の、ね、海岸を南に、ね、下っていきます。はい、今日はですね本当はツーリングに出るつもりはね、ありませんでした。まあ、あの予報ではね、午前中雨で、まあ、あの家でね、編集でもしようかなと思ってたんですが、夜ね天気予報を見ますと、午前中ね雨はねもう降らない予報にね、変わってました。今はですね、青空はね全くありません。まあ、でもね、昼からね天気はどんどん良くなって、夕方にはね青空がね広がってるんじゃないかと思います。まずですね最初の目的地は世界平和大観音像になります。ここはですね、まあ、ある宗教団体が、作った100メートルの高さに及ぶ観音像なんですけども、できた当初はね世界一の高さをね誇ったようです。でただですねその宗教団体はもう廃業と言ったらいいんですかね、なくなってしまいまして、まあ、管理者がねいない状態になってしまいました。そしてもう管理団体がねなくなってしまったので、どんどんね傷んで外壁がね剥がれ落ちたりねしてるそうです。でまあ、周辺住民の方が非常に危ないということで、まあ、ずっとね問題になってました。そして市がですね最終的にもう解体するということになって、この6月からですね解体作業が始まるということがねニュースに出てました。でおそらくね足場が組まれたりしますので、まあ、私にとって撮影できるのはもう今回がね最後だと思います。はい、正面に見えてきました。非常にね大きいですね。まだね足はね組まれてないようです。
島なんですけれども、東日本の方からしますとね、兵庫県なのか徳島県なのかね、ちょっとね分かりづらいかもわからないんですが、兵庫県になります。まあ、一周ね約250キロぐらいだったと思います。ですからね、バイクでツーリングするにはね、まあ、十分1日で走ることができます。まあ、私にとってはね、まあ、250キロということはね、まあ、全然ね、楽に走れる距離となります。まあ、サイクリストの方にもね、人気があります。まあ、一周250キロということと、まあ、海岸沿線をね、走るとアップダウンも少ないので、まあ、自転車、まあ、サイクルをね、趣味とされている方であれば、十分ね、1日で一周できるという距離だと思います。まあ、琵琶湖とね、距離的に近いので、まあ、琵琶湖、それからね、淡路島を一周されるね、サイクリストの方はね、非常に多いかと思います。少しね、薄日が差してきましたね。まあ、空を見ますとね、ところどころ雲が薄くなって青空がね、少しだけ見えてるところもあります。まあ、これからね、天気はね、多分良くなってくれると思います。はい、洲本市に入りました。今向かっているのはドラゴンクエストの記念碑というところにね、向かっています。まあ、私自身ですね、ドラゴンクエストやってないんですが、まあ、今回ね、淡路島に行くにあたって調べてるとね、そういうのがあったので、まあ、とりあえずね、まあ、ちょっと寄ってみたいと思います。はい、この辺りですね、ちょっとここに駐輪場があるんで、ここに止めてちょっと探したいと思います。今向かっているのは由良要塞になります。ここはね、過去にダエグとモンキでね、訪問してます。今回ね、3回目になりますので、まあ、さらっとね、撮影してね、行きたいと思ってます。到着です。